古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。こんにちは、ナビゲーターの北村です。今回もゲストをお招きしての収録になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ね、もう僕がベラベラ喋っちゃいましたけど学校にね、こう通う自己紹介とあと通う前の悩みみたいなところから行きましたけど、はい、じゃあ今度はね、その変わっていくプロセスとか、うんうん、どんな風なね、ことがあったのかみたいなことを聞いていきたいなと思いますよね。はい。はい、じゃあ、ゆきとさんから聞きたいんですけど、うん、その、じゃあやりたいことってね、どっちの方向にあるのかみたいなことを悶々としていくプロセスって、どんな感じだったのかっていうのよかったらちょっと聞いてもいいですか？ランダムでも構わないので。学校に入る前の年、まあ、学校に入ろうと決めた年から、ちょうど、そろそろ40になるぐらいの時だったので、はい、40って枠って言って、まあ、惑わないっていうのが自分の中ですごく印象に高くて、まあ、何をやる、なんでこれをやるんだろう、何のためにやるんだろうっていう時に、その軸をしっかりしたいなっていう、その軸探しをすごく、印象として残ってて、で、うまく見つけられなくて、で、見つけるのを僕は多分外にいろんなところに探してたっていうのが考えるところなんですけども、で、やっぱ学校に入って最初の半年ぐらいは、いわゆる自己内省のワークをたくさんやらせていただいて、はい、バイロン KT ワークとか、だったりは、放電充電日記でしたり、っていうことを、結構ひたすら散々やって、で、もちろん学校は月に1回なんですけど、やったらやった後で自分でもやり直してっていうのをやっぱり何度も何度もやって、で、同じワークもちょっと時間経ってまたやるとまた違う答えが出てくる。そういうふうにして何度も何度も、深掘りをして、で、あと、コーチングセッションもやっていただいたりしたので、そういうところで、なぜみたいな感じの自分にやり続けて、やっと出てきたみたいな。でも、出てきたのも答えではなく、それをまた何度も、まあ、学校卒業しても何度も何度も出てきて、また今の状態になってるんですけども、その内省のワークをたくさんやったっていうのが僕の中ではすごく大きかったですね。お母さんは、やっぱり、本当の答えって自分の心の奥底、で、よくおっしゃって、それをいかにして聞くかっていうところにおっしゃっていただいてたところがあったので、その、を聞くっていうのが、やっと聞けたと思ってもまだ奥にある。繰り返し。なのが僕は、すごく、なんか自分のことなのになかなか自分がわからないっていうのが、おかしいところではあるけど、わかるとすごく、なんか、すっきりするっていうところがありましたね。この、内省っていうことを、まあ、特にゆきとさんの場合はね、もうまたさらに真面目にね、毎日っていうふうに投稿したりとかね、やりながらやられてましたけど、学校通う前と今の状態で、今、そのトレーニングとかね、やられてると思うんですけど、その学校に通う前には、そういうヒントがあったのか、それとも全く皆無みたいな状態だったのか、なんか、ビフォーアフターみたいな感じでいくとどんな感じなんですかね。おそらく、なくはないと思うんですけど、ね、そうですよね。気づけてなかったっていうところ。なかったっていうか。それに気づける、目の付けどころを教えてもらえた。また、周りからの影響で気づけたっていうところが大きいのかな。そうですよね。もともと、だってプロの格闘家だから、トレーニングとかっていうのは別に近しく、人から見てもあったし、まあ、なんとなく自分の中でも仮説としてはあったけど、これしかないよね、とか、あ、これだよね、っていう腹積もり。まあさっきの言うと、軸っていうか、不枠みたいな感じだと思うんですけど、多分その不枠に発展するには、実はその、大切なことっていうのは、マーケティング的なこととか、どうのこうのじゃなくて、自分の多分すごい腹落ち感というか、やっぱ体と心と頭が全部一致して、もうこれだなっていう、
こう、落ちる感じですよね。うん。多分それが、落ちるには、多分頭では仮説は立つんだけど、心と本当に体が全部納得するポイントっていうのは、実は見つけてしまえば前もあったじゃんって感じなんですよね。あ、いや、別に前から言われてみりゃあったよね、みたいな。そんなミラクルな感じじゃないんだけど、でもすごく腹落ちた感じっていうのは、その以前とは全然違う、うん、ものなんじゃないかなと思うんですね。で、これは、あのね、漢方薬のように、ひたすら内省やるしかないんですよ。もう本当に出てきた答えがミラクルっていうよりは、腹が落ちる。うん、体も魂も納得するっていう答えをするためには、もう内省をして、内省は漢方薬のようにすぐ効き目がないから、うんうん、途中でね、なんかね、このことやってて耳あんのかなみたいな、これ飲み続けても実際体良くなるのかなって思うんだけども、うん、でもそれは1年半、2年ってやったら、だいぶビフォーアフターで調子良くなってるよねみたいな感じるものなんですよね。だから、拙速な解決策とか技術を求められがちなんですけども、ポイントは、その人の中にまさに仏性あるってね、こう、禅では言いますけど、もうその人の中にあるんですよ。だからそれを、本人が活性化して見つけていけるようになればいいんですけど、その自己対話っていうのが、そう簡単にできないんですよね。頭で生きてるから、腹とか心の声を聞くっていうことは、実は自分の中でうまくできてなくて、でその内省をするっていうことが、自分の中の心と腹と頭を、ね、納得させることで、そのプロセスは単なる自分の内省だけじゃなくて、周りからフィードバックをもらったり、周りの仲間の影響を受けたりとかしてみて初めてわかる。だから他者理解をいろいろすると自己理解が深まるんで、いろんな種別のこう、なんていうのかな、学校って人数が、ね、何人かやっぱりいるのは、やっぱいろんな人たちを見れば自分の立ち位置がわかる。自分の強みがわかる。あ、自分のワクワクってここなんだな、みたいなこともわかるので。だから、その、一対一のコーチングじゃなくて、わざわざ学校っていうふうな形で1年間で、十数人もね、集まってやるのは、そこに意味があるって感じかなと思います、ね。はい。じゃあ今度、関さんにも聞いてみましょうか。はい。お願いします。はい。はい。その学校に入るときに、まあ、目的みたいなのを立てたんですけど、うん、それが転職を見つけたい、転職したいじゃなくて転職の方ですね、うんうんうん、であと行動習慣を改善したいっていうのがありました、うん、で、まあ、転職っていうと、まあ、何なのかって自分で考えたときに古川さんが10億あっても続ける仕事、うん、あとはそうですね、その自分の中からマグマのように湧き上がる、なんて言うんですかね、情熱でできる仕事。うん、でそういう言葉を聞いたときに、あ、私もそんな仕事をしたい。で、仕事で喜びを感じたいってすごい思って。で、そういう見つけるために1年間いろんなワーク通してやってきたかなって思っています。で、行動習慣に関しては、まあ、早起きとか、あと、結構遅刻癖があったので3分遅刻とか、うん、でそういうのを直したい、うん、ギリギリ準備バタバタ朝出かけるとか、うん、そういうのを直したいっていうところで2つ軸を立てて学校の時は取り組んでいました、うん、でその中でも転職に関しては自分の欲求を把握するっていうことがすごい良かったなっていうふうに思ってます。うん、まあ、他人欲求、自分欲求っていうのが、古川さんに教えてもらって、うん、で、私は自分欲求がものすごく少なくて、他人が関わっている、例えばサポートするとか、うん、助けになるとか、教えるとか、で、そういうのが多いんだって把握して、その中でも何が強いかっていうところを自分で見つけて、これは私の強みだって思えたこと、それを伸ばしていきたいなって素直に思えたことがすごい大きかったかなって思っています。あと行動習慣の方は修正する力みたいなのがついたのかなって今思っていて、なんかその学校の中でも今月は早起きを習慣化させましょうとか、片付けをやりましょうっていう風にやっていったんですけど、
どうしても続かない最初の3日間くらいは6時に起きたぞ、うおーみたいな感じで Facebook のコミュニティで投稿するんですけど、うん、もうどん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 続かなくて、で、他の皆さんが続いているのを見るとすごい自分が情けなくって、あ、私やっぱりできないんだ、あ、私には向いてないんだっていう気持ちになって、ページも開かないね、通知も消す、もうしまいにはアプリも削除するみたいな感じになっちゃってたんですけど、でも1ヶ月に1回みんなで集まったりとか、うんうん、本当にフェードアウトしちゃった時期があったんですけど、うん、その時はサポートの伊藤さんから連絡くださったり、古川さんから音声のフォローがあったりして戻れた。だから、うん、こうやらなきゃみたいな、まっすぐな道から自分が逸れた時に、とてつもない自己嫌悪感とかに苛まれたんですけど、でもそれをちょっとこっちよって引っ張ってくれる、修正というか軌道を元に戻してくれる、そんな人が周りにいたことで自分でもそういうことができる、修正できるっていう、そんな力がついていったかなっていうふうに思っています。いいですね。いろいろ聞きたいポイントがあるんですけど、まずその天職ってね、まあ、天、はい、ね、の天の職っていう。で、まあ、その天職ってね、まあ、わかりやすいからそういうキーワード使うんですけれども、まあ、そこに含まれる意味合いっていうのは、まあね、本当に、こう、一言では伝えられないこといっぱいあるんですけど、関さんにとって天職って今、どんな風に捉えられてるんですか？まず、その前は、どんなことやられていて、しんどいなっていう風に思っていて、次なる自分。まあ、どんな風な変遷があったのかよかったら、うんうんうん、はい。そうですね。仕事の内容としては、その代理店営業だったんですね。うんうん、代理店の方に商品を売ってもらう。うんで、私がその代理店に行って、代理店の内部体制を管理したり、育成したり、売り方を教えるっていうことで、その代理店の成長にもつながるし、その先のお客様もハッピーだよねっていう仕事をしてました。で、その代理店が喜んでくれること、お客さんが喜んでくれることは、とても私は嬉しかったんですけど、でも、営業なので数字がついてくる。で、目標を達成しなければならない。うん、時には本当に必要なのかというものもお客様にお願いして買ってもらう。そんな状態がありました。それに結構疑問を抱いていて、で、ちょっと嫌だなと思いながら商品を売っている自分が嫌になってきた。で、そんな状態でした。うん、で、そこからそういうのを感じない職があるならばやってみたいっていう、うん、そんな漠然とした感じですね、うん。で、今は、そのさっき言った自分欲求で、うん、誰かのために何かをすることが私は好きだっていうのに気づいたかな。うん、まだ漠然としてはいるんですけど、うん、誰かのために何かをできる、うん。それが私の天職だっていう大きな、なんていうんですかね、うん、ワードがあります。はい。うんうんうん、そうですよね。で、まあ、それだけ聞くと、もしかしたら、いや、でもそれって転職ってはっきりしてないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、実はね、これ、もう本当に9割5分ぐらいまで、もう、多分関さんの中で、こう、自分の中でしっくり感がきっとあると思うのは、あ、自分はね、やっぱりその、誰かのためにしてあげたい。で、誰かのためにならないような、例えばその、なんていうのかな、こう、相手のためにならないものを数字のために、なんか売らなきゃいけないとか、そういうことって、関さんにとっては、もうすごいストレスで、うんうん、すごいその、ことって、多分普通の人も、ちょっとプチ罪悪感かもしれないけど、それ必要悪だと思える人と、そう思えない人とか、いると。で、うん、関さんの場合はもう絶対そう思えないから、多分すっごい内的なね、辛さってすごくあったと思うんですよ。逆に言うとそこの自己矛盾が全くなくて、本当誰かのために自分がこう貢献したいみたいなことが、すごく軸で。で、それは、何をするかっていうファットの部分よりも、どう関わるかっていうところの関わり方のところに、やっぱ誰かの貢献にしてあげたい、サポートしてあげたいっていうことがあって、でそのファットの部分は実はいくつかあってもよかったりとかするっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。で、それは多分立ち位置的にいろんな人たちを見てたときに、人によっては研究する
人とか探求する人、僕は、こうやっぱ習慣化っていうものの本質を探求するっていうことが僕のワクワクだし、僕にとっての天職なんですね。だからその、本を書くこともそうだし、この、こういうふうにして話を聞くことで、僕は楽しんでることは、探求なんですよ。で、HRP もそうだし、何やっててもそうなんですけど、それワクワクは探求するってことなんですね。本質を探求すること。習慣化の。で、それを、人生を変えるっていうことを、そのものの探求が天職だなっていうふうに思うんですけど、今の関さんの話も、おそらく、こう、他人のために、なんかしてあげたいみたいなことですね。その一つの形みたいなものがね、こういくつも、こういろんな役割があるかもしれないし、その人によって求められること違うし、今ちなみにやってることとかなんか、こう、人のためにサポートしてあげたいみたいなことで、なんか自分欲求にかなって転職だなって思える瞬間って何やってることですか？今はですね、古川さんのコミュニティの中で、夢の見つけ方、叶え方っていう、イベントを開催する方がいらっしゃって、その方の、なんていうんですかね、ワーク作りに参画しています。でも、まさに自分の誰かのために何かをしたいっていう欲求。まあ、この場合は、どこかの誰かの夢を叶えるためにワークを作る。でそれがすごく楽しくて、ですね。あとは、今、マインドフルネスとコーチングっていう大きなテーマが見つかって、これがすごい腹落ちしたんです。あ、これだーって思って。でそれが将来どうなるかとかは、まあ、全然考えてないんですけど、それが楽しい、ワクワクするから、マインドフルネス勉強したり、コーチングを勉強したりっていう一歩を進みました。いいですね。マインドフルネス、コーチングで腹落ちしたっていう話ですけど、こう、まあ、多分、花が咲くケースと同じかもしれませんが、例えば種を植えたとしますよね、土の中に。そうすると外から何も見えないですけれども、その土の中で、じゃあ、外から見えないから何も起きてなくて何もないのかって、そんなことなくて土の中でこう種があって、でその種がぴょにょぎょぎょぎとこう出てこようとしてるわけですよね。そのプロセスが外から見えないわけですけども、自分の中ではすごくそれを感じたりとかする。で、今の関さんの話と、コーチングとマインドフルネスっていう風なのが多分種としてこう芽が出てきたって感じですね。で、もちろん外から見ればですね、いや、そのコーチングとマインドフルネスっていう風に言ってる人は別にいるし、それが何のビジネスでどういうサービスになるのか、で、それが意味、作られなければお金が得られないし、転職って言えないよねっていう風に言っちゃえばそこでおしまいなんですが、自分と繋がってスタートするっていうことがいかに難しいことで、それから咲くかっていうことがものすごく重要なんですよね。だから例えばそのマーケティング的なことで言えば、儲かりそうなこととか、こういうことだったら需要がありますよってのはいくらでもありますよね。だけどそれやり続けて、ほとんどの人は3年持たないんですよ。なんでかっていうと、心の底からやりたいことじゃないから、やっぱりね、やっぱビジネスってそうは言っても、こう、なんていうのかな、こう、やってもやってもうまくいかないときって、耐え抜いて次行かなきゃいけないんですけど、そこまでね、持久力は持たないんですよね。なんでかっていうと、それは儲かりそうだから やり始めたんだけども、意外と儲かんないじゃんとか、費用対効果は持たないじゃんみたいな計算をやってたら、絶対続かないんですよ。だけど、今、関さんが言われたように、マインドフルネスとコーチングって、それ自分の魂として内側にあって、で、それをやってるプロセスに意味を感じていれば、3年とかっていう時期を超えられる。で、これを関さんが多分3年やったら、もっともっといろんなフィードバックが返ってきて、もっとね、はっきりとしたサービスとか、いろんな形になってると思うんですよ。だから、遠回りですごく重要なことは、自分から咲いて、ちゃんとその芽を出して、で、それを育てていくことなんですよね。だから、それがね、ものすごく重要なこと で、それがね、こう見えてきて、で、関さんの役割としてはね、自分一人で咲くっていうことだけじゃなくて、やっぱりこのコミュニティの人たちのね、誰かの支援をしたり、サポートをしたりして、一緒に咲くっていうやり方全然ありで、多分そういうふうなやり方がね、すごいいいと思うし、でも、あれですよね、僕入学してきた時にすごい印象的だったのは、やっぱ完璧主義で、すごいなんかカチカチに考えちゃうから、こうね、挫折感とか自己嫌悪感に苛まれますみたいなのすごいあったと思うんですけど、今はそういう思考とかってどんな感じなんですか？聞きたいな、そうですね、だいぶ変わったと自覚ができています、
で、なんていうんですかね。やっぱりどうしても完璧主義が根本にあるから、完璧主義は完璧主義なんですけど、うん、あ、今私完璧主義思考になったなって認識することができて、うん、じゃあちょっと手を抜こうかって最善主義にできるとか、すごいすごい、うん、あと、マイナスな気持ちとか出てきても、あ、うん、今マイナス思考が出てきたなって認識して、うん、で、まあ、私の場合書き出す。もう書いて、じゃあ、どうする？このマイナス思考をどう扱っていくか、みたいなのが、意識してできてる。それがすごいいいなって思ってます。すごいなすごい。もちろんね、解説すればこれを心理学的にはメタ認知がどうのこうのとか言えるんですけど、でもね、これ理屈で言える話と、それが本当にその瞬間瞬間の現場とか現実に変えるとかできるようになるのとは、もう運命の違いなんで、うん。うん、ちなみに、ゆきとさんから見て、あの、関さん、あの、こう、ね、あの、見られて、なんか思うこととか、変化とか。そうですね。卒業してから、学校生のページあるので、Facebook の投稿を見るんですけど、やっぱり本当に完璧主義だったなとか、マイナス思考になっちゃってるっていうのが、うん、僕は書いてるところがあるので、あ、すごいなって、うん。やっぱりそれって自然と出ちゃうものが認識できるっていうのが、うん、多分分かるレベルよりもさらに上だと思うので、うん、コントロールするっていうのは本当にもっとさらに上だと思うので、うん、それができるっていうのは、なんか僕から見ても羨ましいなって思う。うんうん、うまくなかなかできることじゃないですよね。最初来た時もっとカチカチでしたよ、ね。もっとカチカチだったよね。なんかカチカチだったんだ。もっとこう、なんか、こう、こう、と、こう、こう、こう、考えて、もう本当に、あ、そういうふうに考えるとしんどいだろうなと思いながら、もうね、最善で最善でって言うけど、うん、でもそんなね、簡単にできるわけじゃなくて、だけど、あれですよね。そのまさに、ゆきとさんのこのトレーニングじゃないけど、本当にその、やっぱストレッチみたいなもんで、ずっとこう、コツ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 続けていれば、柔らかくなるみたいなのと同じような感じで、うん、今もっとその柔らかな思考っていうかね、うん、今多分子育てしながらとかだと、なんかフラストレーションとかね、まあそれこそ結構大変なこといっぱいあると思うんですけど。うん、そうですよね。子育ては全く完璧にはいかないですもんね。いかないですね、うん。もう振り回されてばっかりですね。本当ね。考えてどう乗り切ってるんですか？最初の本当2ヶ月間くらいはなんで泣くのかもわからないし、うんうんうん、で、何を求めてるのかもわからないし、私自身の睡眠時間も減ってるしってすごい大変だったんですけど、うんうん、今は、なんだろう、観察しようっていう、ログを取ろうっていうところに気づいてから、うん、すごい、なんだろうな、今はこういうことを思って泣いてる時間なのかなとか、うん、そういうのをしっかりとログ取ることで、コントロールをできてるというか、うんうん、あとは、もうどうしても、もうわけわからない泣きが出ちゃった時は、うん、もう泣きたい時間なんだな。うんうん、よし、泣け泣けみたいな感じで、うんうんうん軽く捉えられてますね。多分前だったら、うん、なんで泣いてるの？体どこか具合が悪いの？どうして病院電話しようかなみたいな感じだったかなって思います。やっぱその余裕を持てるっていうかね、多分自分にそうやってこう余裕を持つ習慣っていうか、うん、そういうふうなことも多分関さんが自分に対して自分でやってきたから、今のこの状況においても、それを転用することができるっていうことだと思うんですよね。うん。ね。ね。なかなかその客観視ってできないわけで、うん。でもそれってミラクルないですよね。技術はいくらでもそのワークシートこれですとか言えるけど、やっぱこれやらないととてもじゃないけどね。本当、その一年間の学校の中で学んで蓄積して、こう体力として肉となり血となった部分が、今、ね、自分の中でこう、うまく循環している、実践できているっていう感じはすごく話を聞いてて、なるほどなーって思いました。いや、もう本当にゆきとさんだからトレーニングと同じだと思うんですけど、うん、その、なんぼね、頭でその空手の方がこうで、うん、で、こう受けたらこう返してとかってやっても、うん
体が動いてくれなかったら、それってできないわけで、頭でいくのが分かったって、体で覚えさせるしかないっていう感じと同じですよね。本当にそう反射的にキャッとできるようにならなければ、それはね、頭でっかちのこう通信教育の空手と同じで、通信教育で空手上手くなればいいけど、それはまあ毎日やんないとダメなんですよね。やっぱそれと同じことですよね。うん、はい、ありがとうございます。はい、もう一回ぐらい聞きたいな。そうですね。第2回目はこれぐらいにしましょう。はい。はい、今回は終了したいと思います。どうもありがとうございました。引き続き楽しみにしてください。習慣化コンサルティングでは、毎日古川が音声配信をする習慣化の知恵、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座、ハビットリフォームプログラミングを開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに URL を記載しております。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。